ちは、花井です。上山です。そして、はい、だけで、今回も上山選手にお付き合いいただきます。で今回はですね、以前僕紹介したこれですね、ゴムチューブを使ったアーチェリーごっこで上山選手と遊んでいきたいと思います。で、まあ、ただゴムチューブ飛ばすだけなのもあれなので、そこにペットボトルを用意しました。でさっきね相談してたんですけどね、今回は、このペットボトルを、ゴムチューブ飛ばして、倒し合うという、最後の一本を倒すのはどっちかという戦いをしていきたいと思います。じゃあこれも真剣勝負で、はい、よろしくお願いします。お願いします。今度先行どうしよう。先行、まあ、さっき勝ったから選んで、まあ、じゃあ先行で、先行で、はい、はい、分かりました。じゃあやっていきましょう。行きましょう。じゃあ行きます。上山選手先行で、うわめっちゃ倒してもた3本行きましたね。綺麗に三角形。めっちゃ倒してもた。この斜めの3つはちょっと難しい気がするな。なんか僕もコツつかみましたよ今。そう、はい、これ一発で決めないと負けるやつかな。可能性は高いと思います。僕は別に当てじゃないか、前奥に。うわ倒れない倒れない、弱すぎる。やばい、大丈夫だ。やばい、スミスパスを渡してしまった気がする。よし、もう嘘。一本。いやでも確実に楽しいんだ。嘘。しまったな、今も行ったと思ったのに。威力がないんだよな、ペアボール考える。うわいやもう完全に、いや次ではまだ倒されないだろうなって僕思ってましたもう一回戦やろうか、はい、ちょっと面白いわこれ面白いな。まさかのこんな一本も倒れないパターン。うわ。今これぐらいの距離で立てるのが一番いいかもしれない。いいかもしれない。次のこの金井さんは多分次はこれ。これボーリングでいうとこのスプリットみたいな感じだけど、もしかしたらゴムチューブの矢飛び悪くしたら倒せるかもしれない。悪いこと考えるやつ。三大の原発的に。IQ が高いから、うん、考えた。あ、こっちだった。あ、こっちだった。いやこれはスターチャンスですね。いやもうありがとうございますって感じ。よっしゃよっしゃはい、これはうまい。面白いねこれ。
最終決戦やりますかじゃあ。はい。1対1なんでね。しまうとでもあれですね。金井さんが一本残さない方がいいから。なるほど。あ、そういうこけ方をしたか。そういうこけ方をしたか。ちょっとこの一本がどう出るか。あ、いや僕まさかそういった方が出ると思ってなかった。3本残す。これチャンスかもしれない。これは僕なんか出てね、はい、あのさすがなのはこのゴムチューブを的確に飛ばす適応力あのちょっとやっただけで、あ、こいつこうやって飛ぶわってのすぐ掴んでかっちりこう狙ってくるあたり、さすがの技術を持ってるんですよでもだいぶ手に当たっていたかったですよねいやこれでもほんま思った以上に面白かった。面白いです。面白かった。はい。これね、あのお家とかでも全然やれますし、はい、ね、別にあの身近にあるものだけでやれるんで、まあ、いろんな遊び方をぜひやってみてください。では、面白い勝負だったということで、今回この辺りで。バイバイ。